Hola, amigos! いやみんな、俺はプロレスリング PJLL のマスクマン、パハロンだ。もう覚えてくれたか？この番組は世界中で修行してきた俺が各国で学んできた料理をみんなに伝えていくものになってるぜ。世界中での経験が今みんなに伝えられるかと思うと俺はめちゃくちゃハッピーだぜ。だからぜひみんなにもどんどん作ってもらいたいと思ってるんだ。どれもこれもうまいから、まずはチャレンジしてみてくれよ。そうだな、今回作るのは前回だしご飯というのを作ったよな。日本の米料理の基礎とも言っていいだしご飯だ。日本の料理っていうのは刺激的な味は少ないかもしれないが、奥深さというのを感じることができる。この奥深さを感じることができるのは日本人の特徴かもしれない。そして今日みんなに教えるのはめちゃくちゃ簡単にできる包丁を使わない料理なんだぜ。ぜひ今日の料理も作って食べてみてくれよ。OK、 それじゃあ今日使う食材をみんなに紹介していきたいと思う。今日もご飯を使う飯になってるんだぜ。なのでもちろん炊きたてのご飯が一番いいんだけれども、今回はレンジでチンするタイプのご飯を俺は使っていきたいと思う。とっても簡単だからな、はあ、そういうことだ。そしてシラスを使うんだ。この茹で上がった透明の小魚、日本はこういうものを食べるんだな。うん、初めて食べた時は驚いたもんだぜ。チリメンっていう言い方をしたりもするような、すごくホワホワした食感が俺は珍しくて大好きだ。そして卵豆腐だ。これはもうスーパーで売っているものをそのまま使って OK なんだよ。とても安くてとてもヘルシーだ。そしてネギだ。もちろん長ネギを買ってきてみじん切りなり自分の好きな状態にネギを切って使ってもらってもいいんだが、まあ、カットネギ、まあ、これも簡単にね使えるんで俺はこれを使っていきたいと思う。どうやら日本では京都の九条ネギ、これが有名らしいな。うん、俺も大好きだぜ。そして生卵を一つ用意してくれ。これが最後の最後にうまみを演出する。黄身だけを使うからな。白身は好きなように使ってくれ。一緒に味噌汁を作って味噌汁の中に入れてもいいよな。うん、そして白だし、これを使っていく。やはり日本料理の基本はだしだ。俺のお師匠さんもだしを使えないやつは日本料理を作る資格がない、そういったことを言ってたぞ。そしてごま油だ。ごま油は非常に香りをプラスしてくれる。ごま油とだし、これさえあればもう香りはマスターしたも同然だ。白だしとごま油、この組み合わせは最高だぜ。とても素晴らしい組み合わせだから、みんなもごま油と白だしは家に必ず準備しとけよ。そして次に使うのは七味唐辛子だ。まあこれは一味唐辛子でも七味唐辛子でもどっちでも OK だ。
好きなものを使ってくれ。ただ七味唐辛子の方がまた香りをプラスすることができて、俺は大好きでよく使う、うん、とってもいい匂いがするからな。とっても美味しく感じることができるんだぜ。なあ、これで包丁は使わない、これだけで作れる。じゃあ紹介していくぞ。それじゃあ早速作っていこう。まずはお茶碗にご飯を持ってくれ。このご飯の上にいろんなものを乗せていくから、なるべく平らになるようにご飯を持ってほしいんだ。それじゃあご飯の準備ができたら、まずはシラスだ。この白いほわほわとした魚をご飯の上に乗っけていく。まあ、これもなるべくまんべんなく散らすように乗っけていってくれ。しらすで塩味がプラスされるから、しらす大好きなやつはものすごく乗っけて大丈夫だぞ。ただ丼からあふれるぐらいにしらすを盛ったりするなよ。料理は調和だ、バランスだ。多すぎはよくない。次に卵豆腐を乗っけていくぞ。ご飯の上に乗っけていく。卵豆腐にはだいたい白だしがついているんだが、これも味付けに使うんでちゃんと取っといてくれよ。この白だしで足りない場合はさらに白だしを追加するというのがこの料理の肝だ。おっと、しまった。真ん中に卵豆腐を乗っけておきたいのに隅っこに行ってしまったが、まあこういう時はこんな風に調整すれば大丈夫。どんな逆境からも這い上がる、それがプロレスラーだからな。そして次はネギだ。さあ、このネギはご飯の周りにとりあえずパラパラと散らしてもOK だ。ネギ大好きなやつはこれも大量に埋め尽くすようにネギを振ってもいいんだぜ。そしてもう一つのポイントになるのは、この卵豆腐の上に土手を作るようにネギを置いてほしいんだ。まあ、この後にここに黄身を乗せていくわけなんだが、その黄身が流れていかないようにここに土手を作ってほしい。日本の治水対策の土手、まさか料理にも流用できるなんて。日本人はなんて素晴らしい思考能力を持っているんだ。まったくすごい民族だよな。さあ、それじゃあネギで土手を作ったところで、ここに卵の黄身だけを乗せていく。ナイスイン。ここで黄身がこぼれ出ない土手をしっかり作っておくんだぞ。何事も防御は大事だ。攻めだけじゃ試合には勝てない。防御できてこそのプロレスだ。受け身が大切なんだ。そして次はごま油だ。ごま油は香りを追加する意味合いが強い。なので自分の好きな量をかけてもらって OK だぜ。風味豊かなご飯が出来上がる。そして七味唐辛子だ。これも辛いのが好きなやつはバンバンかけていいんだぜ。さあ、これで出来上がりだ。卵豆腐ご飯だ。とても美しい見た目、そしてなんせ抜群にうまいんだぜ。いやー、とてもいい匂いだ。どうだ、見てくれ。香りを伝えたいが動画じゃ無理だ。だがもう見ただけでうまそうだろ。じゃあ食べてみよう。まずは黄身を溶かさずに
ご飯の部分だけでいきたいと思う。さあどうだ、しらす、卵豆腐、ご飯、ネギ、この食材が混然一体となって俺の口の中で調和するんだ。日本に生まれてよかった。最高にうまいご飯だぜ。こんなにシンプルな食材でこんなに奥深い味を醸し出すなんて本当にたまんないぜ。さあそれじゃあ黄身を溶かしていくぞ。みんな好きなんだろ、黄身が流れ出ていく瞬間が大好きなんだろ。3、2、1、うー、卵の黄身が流れ出ていく、まるで華厳の滝のような神々しさだ。卵の黄身マジックっていうのがこういうところにね現れるなんてな。卵は良質なタンパク質と脂質が取れる神食材だぜ。さあそれじゃあ黄身を絡めて食べていくぜ。どうだいこのトロット具合、最高だろう。さあ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 楽しみだぜ。一体どんな味がするんだ、いくぞ。たまんねえぜ、卵の黄身神かよ。すべての食材をまとめ上げる卵の黄身だぜ。本当に最高の卵料理、みんなにもな食べてほしいんだぜ。これが日本食最高峰の卵豆腐ご飯だ。最高だぜ、最高の味だぜ。まあだがみんなにねちょっと考えてみてほしいことがある。卵豆腐、卵、そしてだし、これは一体なんだ。そうだ、茶碗蒸しなんだよ。日本には茶碗蒸しという料理があるだろう。これはつまりだ、卵豆腐ご飯というのは茶碗蒸しとご飯を一緒に食べてるような味になるっていうことだ。最高にうまいんだぜ。だけどな、じゃあ茶碗蒸し作ってご飯と一緒に食べればいいじゃないと思うかもしれない。でもそういうことじゃない、そういうことじゃない。これで作るからうまいんだぜ。ということでみんなもこれぜひ作ってみてくれ。作ったらみんなからのお知らせ待ってるからな。それじゃあまた次回お会いしたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いするぜ。さて次は一体どんなものをパハロンズで紹介しようかな。俺のこと忘れないでくれよ。それじゃあまた会おう。Muy bien.